どうもサーフゲームの鬼黒メガネでございます。今日はですね、こちらアイマさんのフローティングミノコスケ 130F こちらのテストですね。どれぐらい飛ぶか、ものによってはですね、ルアーってこうパッケージに飛距離何メートルとかそういうのが書いてあるものがあるんですけど、これはちょっと書いてなかったんで自分で確かめないといけないなということで、自重が 26g だから結構飛ぶと思うんだけど、とりあえずやってみましょう。ほら、吹け取って1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、27、28、29、30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 、
と付け取って1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,34,35,36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 ,
あ、くるっとした。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30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 、
ミスキャストミスっちゃった。今のはなし。9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、23、24、23、24、23、24、23、24、23、24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 、
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60。これで最後でいいかな。
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,33,34,35,36,37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 ,35
際投げてみました。今回使ったのはこちらですね、コスケ 130F、 自重が 26g ということで、前に購入したなんだっけ、平海の SR、メーカー発表だと 70m 飛びよ、フローティングで 70m 飛びよっていう話だったんですけど、飛ばない、それは私の投げ方が下手くそなのかもしれないんですけど、飛ばないということで、フローティング、なんか欲しいなと思って探してたら、これを見つけたんで購入してみました。あ、今さんのね、これ重心移動システム、あれと一緒ですよね。私が持ってるルアーでいうと、レッパね、レッパと同じ、これなんかボールが入ってんのかな、こうだ、こう、この丸いボールが3つ入ってて、でこう立てると後ろに行って、こう重心が後ろになって重心移動システムってやつですね。そうですね、60? ハンドル回転 60? 大体マックスが69。まあ初見投げっていうのもあったかもしれない。いいんじゃないですかね、それぐらい届けば。 60m、 60? ハンドル60で大体 55m、 69でとか、そんなところね、下書いとくけど、まあいいんじゃないですかね。基本的にはあんまりこうフローティングに飛距離を求めないというか、でもそれだけ飛べばね、いいと思います。私こう気になったのはですね、これ標準でついてるんですけど、針がこれがね、2番がついてるんですよ。2番、私2番なんて扱ったことないんだけど、これでかくない、これねえ。いや、何なんだろうな、別に私普段使ってるのはあれなんだけどな、4番なんだけど、でかいね。仮にこの針が丸くなって針交換しようってなった時、私は2号つけないな、って思った。これ逆にパクつきにくいんじゃないのって、ちょっとそこは心配になったね。2号ってでかいんじゃないの。まあね、俺はザブね、そんなちっちゃいサイズを狙ってないんだ、俺は座布団を常に狙ってるんだっていう人からするとね、まあいいのかもしれないけど、そんなそうそう釣れるもんじゃないでしょう、大きいのって。いや、ちょっとこれ針が大きいような気がするな。2番、やだなんかやだ、っていうぐらいかな。別になんか動きもこう生めかしくてですね、いいんじゃないかなと。なんだろう、動きがすごいこうナチュラルというか、本当に生きてる本物のイワシが泳いでるように見えた、これでね、あったかくなったらでっかいのをね釣りたいと思います。まあフローティング投げる機会ってほぼほぼないけど、だから根があるところとか、あと水深が浅いところ、あとはなぎってる時、なぎってて地形変化がよくわからない時に上の方でこう泳がせることでヒラメちゃんに見つけてもらおう、ルアーを見つけてもらおうっていう作戦、まあ、その3パターンですね。活躍するシーンはあんまりないとは思いますけども、とりあえず携帯するルアーボックスに
フローティングビロー、ね、1個用意しておきました。頑張ってくれよ、頼むぜ。以上、このメガネでした。チャンネル登録よろしくね。